予想以上に反響があったっていうのはありがたいことなんですけど、ちょっとびっくりしてるっていう気持ちの方が大きいですかね。自分たちが思っていた以上にやっぱりその町の方々ね、期待して待っていてくれたんだなっていうのと、クネプに声をお菓子屋さんやってくれてありがとうっていう声を本当にたくさんいただくので、忙しさもあって大変だなって思う部分もあるんですけど、喜びっていうかの方がすごく大きいですし、これから頑張っていきたいなっていう気持ちで。おすすめはダクワザ、一切その保存料だとかそういうものは使ってないんですよ。焼き菓子に関しても冷凍もしないし、その日作ったものでお出しするっていうスタンスを取ってるんで、ケーキにしても焼き菓子にしても常にこう新鮮なものがこう出るようにこう意識してやってますね。あとクネプロイルっていう関連法上さんの蜂蜜と、あとミルクラウンさんの牛乳もちょっと使ったロールケーキですね。もともと去年函館で僕らは修行というか、勤めてたところを退社しまして、妻の両親が北見の出身で、北見で開業しつつ、両親の面倒も見ながら生活できればいいなと思って来たんですけども、北見の物件が条件にはこう見合わないようなちょっと物件だったもんですから、1年くらい資金を集めつつ開業の準備を進めようとスポーツジムのトレーナーやらせてもらったんですけど、クネプに住んでらっしゃる会員さんからお菓子屋さんを探しているということで、町長の方にまず掛け合ってくれて、それでお話をいただいて、今に至るというところですね。夫婦2人でやることってものすごい難しいし、労力もかかるんですけど、商工会の方とちょっと密になってサポートしていただいてるっていうのは今すごく助かってるというか、もともと自己資金もほとんどない状態で、ここでやっぱり町のこうバックアップがあるっていうのはすごく心強いというか、本当に細かいところから支えてもらってるので、なかったらほんと開業できてなかったなっていう感謝の一言というかですね。鏡さんと出会ったのは3月ですね、今年の3月。ちょうど役場の方からちょっと支援のお話をいただいて、そこから今オープンが11月にしたんで、9ヶ月間、一応ちょっとご支援させてもらう形になりました。鏡くん方もこちら出身じゃないので、なかなかまだ知らない年だっていうのもあって、役場と商工会と金融機関さんと、うまく3社で動きながら、かれこれ9ヶ月間、一応動いてたっていう形ですね。大きな町と違って、支援の濃度がちょっと濃いので、安心してちょっと商工会の扉叩いていただければ、いつでもご支援いたしますんでと思ってます。クンネプ町にあります店舗出店等支援事業補助金という制度を活用しています。クンネプ町に新しく店舗等出店する方に対して、店舗の購入であったりとか改修を含めた経費の3分の2を上限300万円でこちらから補助するという制度になっています。鏡さんは今回の出店に関して立地と外観にこだわっていまして、できるだけ町内に出店したいっていう部分と、外観に関しては外から店舗の中が様子が見えるようなのにしたいというふうにこだわっていらっしゃいまして、それで町内の空き店舗を探した結果、過去に塾をやっていた空き店舗があって、そこが合致するとのことだったので、今回出店することになりました。練習会でうちの子供たちもお世話になってよく通ってたところなので、それがこんなおしゃれになってびっくりしました。楽しみです。これから今までなかなか北見まで行かないと焼き菓子とかも買ったりとかできなかったんで、とっても嬉しいです。お皿なんかは盛り付けてみないとこう良さが分かんなかったりするので、実際うちのディスプレイを見てこのお皿いいねとか、そういう会話ができればいいなっていうのが今僕らの目標でもあるんですけど、座り心地
リースだけどどこのとか、いずれはそういう風にお客様に聞いてもらったりとかして、でもご紹介できたり、まあ、それが宣伝になれば地域の恩返しになるんじゃないかなと思ってます。地元に愛されるお店として細く長く愛続けられればと思っております。2人で今手作業で作ってるので、うん、まあ、数はこう用意できない時もあるんですけども、ぜひ使ってもらえればと思います。よろしくお願いします。輝く街テレビ、ロートテレビ。